将来どんな働き方したいなとかありますか？将来は親が銀行員なんで銀行に勤めたいなって思ってます。公務員って言ってるけどまだ具体的には決めてないので、インターンとか行って自分の合った仕事を選びたいなって思います。よく先輩とかから言われる、その社会人になったらお金はあるけど時間はないぞみたいな、だから今のうちにやりたいことやっとけみたいな言われるんですけど、まあやっぱり僕はなんかそういうなんかちょっと枯れた社会人じゃなくて、やっぱり土日は外に遊びに行ってみたいな生活をしたいなみたいな思ってるんですけど。働くこと、ワークと家庭生活や趣味、地域活動などのライフ、皆さんがこれからの人生を歩んでいく上でワークとライフ両方とも充実させられたら素敵ですよね。これからの長い人生の中でパートナーとの関係や自分や家族の健康などに変化が現れれば、その都度仕事と生活の調和、つまりワークライフバランスを考え直すことが必要になってきます。将来の目標を見据えて希望する働き方や生き方を今のうちから考え、少し先の自分をイメージしてみませんか？小さい頃は父のような生き方をしたいと思ってました。漠然とにですけどね、サラリーマンになってそれそこそこの給料を稼いでと思ってたんですけど、父のようにずっと同じ会社に勤めるんじゃなくて、もし必要があれば転職とかも考えながらフレキシブルに生きていきたいなって考えています。私は就職して25までにそのお店の店長になるっていう目標があって、店長になってからずっとしばらく店長として働いて、27では結婚をしたいなと思ってます。結構早くて29までに1人目子供を産みます、はい、多分自分の家が母も自分の好きな職業でずっと働き続けているので、まあ、自分なんか家庭に入るだけではなくて自分の好きなこと、まあ、自分の家庭以外にも自分の居場所を作った生活を送りたいなと思っています。女性が職業を持つことについて近年社会全体で大きな意識の変化があり、子供ができてもずっと職業を続ける方が良いと考える人の割合は男女ともに大きく増加しています。しかし6歳未満の子供を持つ夫の家事・育児時間の国際比較のグラフを見ると、日本の夫の家事・育児時間は海外に比べ極めて短くなっています。共働き世帯が増える中で将来の仕事と家庭の両立に不安を持つ若い人たちもいるようです。そんな社会の動向と自身の将来を見据え情報発信している団体があります。マンマは身近に乳幼児がおらず将来の自分の家庭像をイメージしにくい学生に向けて、生き方のロールモデルや結婚、出産などのライフスタイルを学ぶ機会を提供しています。目的は今の女子大生が安心して母になることができる社会を作ること。マンマは家族を広げ一人一人を幸せにっていうコンセプトで4年ほど前に立ち上げた組織になりまして、主に家族留学っていう取り組みを中心に行ってきたものになります。で、これまでその女子大生で将来を考えるって言った時に、仕事のキャリアですね、就職活動の時にどういうキャリアを選んでいくのかっていうことに関しては結構 OBOG 訪問で聞けたりとかインターンシップで聞けたりとか、さまざまな場があったけれども、やっぱりこの世代って女性でも働きながら子育てをしていくのが当たり前っていうようになってきてる中で、実際に30代とか40代でご自身も働きながら子育てをしているっていうような方のところに1日体験訪問に行かせてもらって、共働きの家庭もありますし、逆に専業主婦家庭で登録してくださっている人もいて、このいろんな人生のサンプルを見ることを通して、自分自身がどう生きていくのかっていうことを、みんなが考えて、納得のいくその選択を積み重ねていくっていうことが、マンマがあることでこうサポートできるといいなと思います。マンマが取り組む家族留学、
回大学生たちにも実際に体験していただきました。よろしくお願いします。元気いっぱい挨拶をしてくれたのは岡村さんご家族。将来に向けたキャリアを描く中で大学生が家庭の日常をリアルに体験、仕事と家庭の在り方を考えるきっかけ作りをしています。大学生の2人は何を感じるのでしょうか。初めてだな。こういう感じでご飯だよ。あ、ほら席なのね。どうぞ。これ持ちやすいんですよ、こういう感じで。で、これに腕を通す。どう、感想どう？聞くことで仕事と家庭、さまざまなイメージが膨らみます。若い子たちと話をするというのは、まあ、面白いというか我が家としては1回だけの関係じゃなくて、これからもずっとあのうちはいつでもウェルカムだよっていうような関係を作れたらいいなと思ってるので、なんだろう、家族ってすごくいいよで、なんか自分たちで頑張るだけじゃなくていろんな人の力を借りて、なんかこう子育てしていくのが楽しいよっていうのが伝えられたらいいなって思ってます。あのネットで情報を触れるのもいいんですけど、まあ、こういうせっかくプログラムがあるのでいろんな家族でですねリアルに経験してもらって、まあ、ネットの情報ももらって、こういうリアルな情報もらっていろいろ考えてほしいなというふうに思います。子育てや家庭と仕事との両立などに不安を感じている学生も多い中で、そのような学生たちに家庭の生の声を伝えたいというのが岡村さんの思いです。久しぶりに家庭のぬくもりを感じたなっていうところがあって、まあ、将来自分もこんな家庭持ってたらいいなとか、すごい漠然としたビジョンですけど、なんとなく思えるようになってきたかなっていうふうに思います。私は何だろう、特定してない将来に対する不安があったんですけど、まあ、そういう不安よりもその今あることを一生懸命やっていきたいなっていうふうに思いました。大成功な感じですか？だと思います、はい、ここで街行く社会人の皆さんにワークとライフどのようにバランスをとっているのか伺ってみました。あの転職したばっかっていうのもやっぱ仕事一色になってます。繁忙期なのでやっぱ今でもどっちも大事ですし、生きていく上でやっぱ仕事はやっぱ大事なので、まずはそこに向けてそこを大事にしていきたいなと思ってます。もう自分との相談ですね。あとまあ仕事のね絡みもあって休めない時もあると思いますけど、でもまあ休んじゃっていい時はもう休んでしまう。その代わり働く時はめちゃくちゃ働く。ワークライフバランス。最後に横浜国立大学男女共同参画推進センターの鈴木先生にお話を伺いました。よくね、あのワークライフバランスっていうと、仕事と、家庭生活をこううまくね天秤のように両立させるっていうようなイメージを持ってる方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、なかなかそれってね思うようにいかないもので、あの実際それを、そんな天秤をうまく調節しようなんて思わないで、例えばこのお手玉あるんですけれども、お手玉はこう仕事っていうお手玉も一生懸命こういうふうにあのやっていくだけで多分精一杯だと思うんです。 だけれどもあのそれがねお仕事続けていく上でだんだん少しずつ、仕事のことも覚えて周りの人との関係性とかコミュニケーションもうまくいくようになると、またねあとは何だろう、ライフステージっていう意味でもね、結婚とか出産とかいろいろな役割が出てくると思うんですけど、そうなった時またもう一つのねお手玉をこううまく仕事と一緒に回しながらやってって、
くこともできるし、あとまたさらにね、趣味とか社会活動とかそういうような要素が出てきたら、そういうものも合わせてね、やれるようにするイメージでワークライフバランスを、捉えていただければと思いますし、必ずしもね、自分一人で全てのこのお手玉を、こう回そうっていうのではなくって、例えば、自分のパートナーとか自分のご両親とか、そうでなかった地域の方とか、いろいろな方の、ね、手を借りながら、こういういくつかの、お手玉をうまく回しながら、自分なりのワークライフバランスっていうものを、築いていっていただければと思います。